どこで道を間違えたかって言ったらね、参入したとこなんだよね。まあ、難しいね。だいたいだって今からじゃあ鉄道引こうって。<laughs> そうですねちょっとでもそのぐらいの規模のインフラってことですねそういうことキャリアが持ってないと今後の,あのキャスレス化にね難しいっていうんだったらねううと au と組んどくべきだったんだよねああなるほど au だって企業代なんだから別に塩は送るわけじゃなくて自分たちの利益になることやるに決まってんだからさ au も随分利益出してるでしょ、ええ、今 AV、ね、利益出してる最終的に楽天グループ取るためでしょう。最初に、ねえー、au と組んど組んどけばよかったのよみんなに持ち上げられて自分だけは失敗しないと。 思っっちゃったんでしょうね。うね私が思うシナリオは国家レベルのインフラ事業を潰すわけにはいかないし、うん、かといって単独でやっていくことも無理ですから、うん、au が引き受けるって形になるんじゃないかなこういう時の金融機関のまあ行動原理っていうのはいかに自分たちが貸し倒れを起こさないようにするかということで引き受け先を探しますからね手を組めばよかったのにやっぱり何でも自分でやれると思っちゃったんだろうね。うん